皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は私の夢や目標をお話しした後に皆様にお願いがあります。私が車椅子生活になって感じたことで、障害者と言われている人たちと健常者と言われている人たちの間にあるやっぱり壁や区別っていうのがものすごくあるなというふうに思いました。それは金銭面の部分でも多くはあると思いますが、そうじゃなくてやっぱり当たり前に触れ合えてないからこその関わった時の差別であったり、どうしていいかわからないっていう対応の仕方があるんじゃないかなというふうに思いました。私も怪我をするまでの26年間、介護用タイプのおじいちゃんおばあちゃんが乗ってそうな病院の車椅子の姿を見ることはあっても、電動車椅子であったり私のようなこう手動で自分で漕ぐような車椅子の方々を街中で見かけたことがあったかって言われたら、どうなんだろうっていうくらいの記憶しかありません。でも見るとしたらやっぱりテレビの中で、パラスポーツであったり映画やまたはドキュメントで、見るだけという中で、バラエティ番組で見たり CM で見たり何か雑誌で見たりっていう毎日見るような環境の中ではなくて、特別な番組の中でしか見ることがないなというふうに思っていたので、当たり前に見るっていう環境下ではなかったと思います。車椅子生活になって当たり前に車椅子の人と接していることで、違和感とかこう対応の仕方に戸惑うということがやっぱり少なくなるんじゃないかなというふうに感じました。例えば海外のディズニー映画、実写版のディズニー映画の白雪姫の中に、小人症というんですか、身長が大きくならない方々が出ていると思いますが、それを見た時に、あ、障害者を扱っているかわいそうっていうふうに見たことがあるかなと私は思うと、そんなことはなくて当たり前にすんなり受け入れていたと思います。でもそれを日本人バージョンでやったら、日本人の方々はどう思うんだろうなと車椅子になってふと思うことがありました。そのように当たり前であればすんなり受け入れることっていうのはきっとたくさんあるんじゃないかなというふうに思っているので、私はこういう YouTube を通して、あといろいろなメディアに出て、もっと当たり前に知ってほしいっていう活動を今はしています。今 SNS を通して自分の障害を発信していこうっていう方々はとてもたくさん増えたと思います。ですがやっぱりまだまだ知られてないし、そういうのって大人になってから見に行こうというふうに思わなければやっぱり見る機会っていうのはないんじゃないかなというふうに思っている中で、そこで私がずっと考えていたのが、絵本を作りたいというふうに思っていました。やっぱり小さな頃から目にするだけでもいいので、その目にしている中で中身、本の中身は分からなくても絵を見て、その車椅子っていうものに触れ合う、ちょっとでも触れ合う機会が増えることで、あ、絵本に出てた人が現実にいた時に見てなかった時よりは違和感はないんじゃないかなというふうに、考えて、絵本を作りたいなというふうに思っていて、夏頃からですかね、いろいろ準備を始めていました。そして今回、やっと準備が、整いまして、絵本のクラウドファンディングを行いたいと思っています。一度の企画だけではなくてもっともっと広げていきたいことではありますが、まずスタートとして、今回絵本の印刷代を募集させていただいて、その印刷代で、すごく個人的で申し訳ないんですが、この山形県庄内地域っていうんですか、私が住んでいる地域の学校さんにプレゼントできたらなというふうに思っています。私の書籍もたくさん学校さんに置いてほしいんですが、どうしても
性の部分であったり、そういうちょっとセキュラーな部分がたくさん書いてある分、学校さんには置けないっていう言われることもあるので、やっぱそこは絵本で、慣れ親しんでほしいなというふうに思っていて、で一つ大きなチャレンジをしようと思っていて、リターンの一つに、そのリターンを選ぶことによって、皆様が思い描く車椅子をその絵本に載せれるよという企画を考えました。私だけが車椅子で生きているわけではなくて、いろんな人たちが車椅子で生きている中で、いろんな車椅子もあります。それは今現在ある車椅子だけでなく、こうであってほしいな、こういう車椅子が欲しいなっていうものも含めて、車椅子の絵を、50人限定ではありますが、絵本のどこかに載せたいと思っているので、皆さんと一緒にこの絵本を完成させることができたらなというふうに思っています。他にもリターンの中に、いらないとは言わないでくださいね私のオリジナルシールを作らせていただきましたので、こちらもリターンの中に入っていますので、ぜひチェックしていただきたいのと、あとは少し高額な金額になってしまうんですが、私自身が絵本を持ってお届けに行くというリターンも作りましたので、ぜひ確認していただきたいです。今回の絵本以外にも、もっともっと当たり前にお子さんたちから読んでいただけるような本っていうのを作りたいなとは思っていますが、まずこの本をきっかけに、たくさんの子どもたちに車椅子という存在を知ってもらって、子どもながらにこの本を読んで感じてもらって、大人になっても車椅子の人たちが当たり前にいるんだなっていう空間になってくれたらいいなと思っていますので、皆様ぜひご協力いただけたらと思います。私の思いだけじゃなくて、この動画を見て、賛同してくださってる皆様の気持ちが今回の本に、注ぎ込まれて全国に行き渡れることをになるように、私は頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、ご協力をよろしくお願いいたします。はい、という感じで、今日はクラウドファンディングの お願いの動画になりました。リンクの方は概要欄またはコメント欄に貼っておきますので、そちらから確認していただけたらと思います。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。